花ザメ。花ザメは、メジロザメ族に属するサメの一種。東、太平洋を除く、全世界の、熱帯から、暖温帯の海洋に分布する。沿岸の浅瀬で見られる。カマストガリザメと似て、細い体と長い糞、ヒレに黒い模様を持つが、第一背びれの形と一致で区別することができる。最大で3メートルに達する。素早い捕食者で、 群れで主に小魚を捕食する。捕食時には小魚の群れに回転しながら突入し、その勢いで水上に飛び出すことがある。体勢でメスは2年ごとに3から20匹の子を産む。成長は比較的早い。餌で興奮した場合は人を攻撃することがある。肉は良質であるため許可され、ジャンプすることから釣り人にも人気がある。IUCN は 保全状況を純絶滅危惧としている。ヨハネス・ペーター・ミュラーとヤーコップ・ヘンデによる1839年の著作シスタマティッシュ・ベシュレイ・ワング・ダ・プラジェスタマンにおいてカーカー・アイアス・ブレバピノの名で記載された。タイプ標本はジャワ島で採集された79センチメートルの白星である。その後、本種はエイプリアン族、スキラス族、エイプライナドン族に移され、最終的には カーキニス属とされた。歯の形と体色が年齢と地域によってかなり変化することが大きな分類学的混乱を招いてきた。他の英名として、ブラックティペットシャーク、グレートブラックティップシャーク、インキーテイルシャーク、ラージブラックティップシャーク、ロングノーズ、グレーシャーク、ロングノス、グレーホエラー、スムースファングシャークがある。形態、歯の形状、生態に基づいた系統解析では、 本種はカマストガリザメと禁煙であるとされた。だが、1992年のアロザイムを用いた系統解析では、この類似性は修練進化の産物であるとされ、本種の姉妹群は黒ヘリメジロザメであるという結果が得られた。2007年のドナ研究では、他のメジロザメ科から早期に分岐したイタチザメを除いて、本種はメジロザメ類で、 最も遺伝的多様性が高いことが示された。カマストガリザメとの混同のため、本種の分布域には多少不確定な部分がある。西部大西洋では、ノースカロライナ州から、バハマキューバメキシコ湾北部と、ブラジル南部からアルゼンチン。東部大西洋では、北アフリカからナミビア。インド洋では、南アフリカマダガスカルから航海、アデン湾、インドと近隣の島々。 ジャワ島、スマトラ島。太平洋では、日本、ベトナム、オーストラリア、おそらく、フィリピンに分布する。寄生中学的な証拠からは、航海の個体が、スエズ運河を経由した、レセップ水道により、地中海に侵入していることがされた。震度100メートルまでの表層に生息し、特に海面から震度30メートルまでの浅い場所を、好む。海底に降り入ることもある。 沿岸から大陸北上の沖合まで見られることがある。洋体は湾内にも入るが、気水域は避ける。北西大西洋の個体群は、海遊を行うことが知られ、春、夏には沿岸に、冬には南の深場に移動する。平均で2メートル56キログラム、最大で3メートル90キログラムの記録がある。インド太平洋の個体は、一般的に、 北西大西洋の個体より大きい。体は細く重線型、糞は独特で長く尖る。目は小さくて丸く、広角には明瞭な前向きの唇シビラがある。片側の歯列は、上顎で十五十八、価格で十四十七、上顎に二、価格に一の小さな成中歯列がある。角歯は細長い先頭を持ち、上顎歯では細かい挙手があるが、 化学場は滑らかである。エら列は五体で長い。第一背びれは比較的小さく胸びれの後端より後方から起士する。二基の背びれの間に隆起線はない。胸びれはある程度短くて細く鎌形である。体表は7本、稀に5本の細い隆起線のある菱形の皮刃に密に覆われる。背面は灰色で青銅色の光沢があることもある。 覆面は白で、体側には薄い白い帯がある。両体ではヒレに、模様はないが、大型個体は、特に第二背びれ、胸びれ、尻びれ、尾ひれ下葉が黒くなる。カマストガリザメと似るが、本種は第一背びれがより三角形で、体のより後方に位置している。生体では尻びれの黒い模様でも見分けることができる。活動的で泳ぎは早く、性別、年齢で分かれた。 大きな群れを作ることがある。幼体は生体より低温域を好む。南アフリカでは、メスは年中沿岸で見られるが、オスは夏の実にしか出現しない。小型個体は他の大型のサメに捕食される。寄生虫として、エラに寄生するクロヤーディートシ、ネメシスピロッサスエヌアテランティカ、皮膚に寄生するアリビーンカーカーイ、口と細球に寄生するナシパスウリアンタリス。 微光やヒレの公園に寄生する、ペリスパス・デンタタスなどの蚊や種類が知られる。餌は主に小型の甲骨魚で、カラいワシイワシ、ニシン、アンチョビ、ハマギギエ、ソボラ、オキスズキ、マグロ、カツオニベカ、アジカ、クロサギイカ、牛の下等を含む、アカエイカ、コウイカイカタコを食べることも知られる。連携して、小魚の群れを高速で追っている姿がよく見られる。歯に獲物を切断する機能はないため、 捕らえた獲物は丸呑みする。小魚の群れを捕食する際には特殊な行動をとり、群れに下方から垂直に突入し、口を開けたまま回転して、周囲の魚を打ち据える。この勢いのままに空中に飛び出すことがよくあるため、英名はスピナーシャークとなっている。カマストガリザメも同じような行動をとることがあるが、本種ほど頻繁ではない。マダガスカルでは回遊する。 サバマグロアジを追う。カマストガリザメのように、本格された生物の排気を狙って、エビのトロール漁船に群がり、狂乱作事を起こすこともある。他のメジロザメ類同様に耐性で、メスは片側の卵巣と両側の子宮が機能する。子宮内は、肺が一個ずつ収められる区画に分かれている。肺は最初は卵黄脳から栄養されるが、 肺が1 9トル程度になると卵黄が枯渇し、卵黄脳は胎盤に転換される。胎生のサメとしては、知られている中で卵子の大きさが最も小さい。メスは2年ごとに繁殖し、妊娠期間は11から15ヶ月、産子数は3から20。交尾は、初春から夏に行われる。出産は、北アフリカでは8月、南アフリカでは4の5月。 北西大西洋では3の4月に行われる。出産場所は5メートルより深い、沿岸の湾、砂浜、塩分濃度のある川口などで、幼体の生育場となる。出生時の大きさは、北西大西洋では66-77、センチメートルチュニジアでは61-69、センチメートル南アフリカでは60センチメートル。成長は、比較的早く、1年目で30センチメートル。 年、2年目で 25cm、年、若い個体で 10cm、年、生体で 5cm、年程度である。北西大西洋では、オスは 1.3m4 から5歳、メスは1.5から 1.6m7 から8歳で、南アフリカでは、オスは 1.8m、メスは 2.1m で、生成熟する。通常は12から14歳までは繁殖行動を行わない。 寿命は15から20年かそれ以上と推定されている。葉の形態から大型哺乳類を獲物とすることができないため、通常は人に危害は加えない。だが、餌の存在下では興奮した行動をとるため、スピアフィッシング中などに遭遇した場合は注意する必要ある。2008年の国際サメ被害目録には16件の非調発。 一件の挑発攻撃事例が記録されており、死者はない。肉は高品質で、生、干物、塩漬けとして販売される。さらに、寒油、サメ川や、東アジアでは、フカヒレも利用される。北西大西洋とメキシコ湾での米国のサメ漁における重要種で、肉は消費者が高級とみなすブラックティップシャーク、カマストガリザメの名で販売される。 他の地域の漁業でも漁獲されているようだが、カマストガリザメと混同されており報告されていないと考えれる。水面から飛び出すことから壮観な戦いを見せるとして釣り人からも人気がある。IUCN は保全状況を世界的には純絶滅危惧、北西大西洋では気球種としている。沿岸性であるため乱獲や生息地破壊に弱いと考えられる。 北西大西洋の本種の漁業は、アメリカ海洋漁業局の1999年のマグロカジキサメに対する漁業管理計画によって管理されている。漁獲割り当てと釣り人への捕獲数制限のため、本種は大型沿岸性サメと分類されている。あまり飼育の簡単なサメではないが、日本ではアクアワールド、大洗いなどで見ることができる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。